こんにちは、みなみです。はい、今回はねえねえにドッキリを仕掛けたいと思います。今日はね、あのメイク動画を撮る予定なんですけど、ねえねえのポーチからメイク道具をこっそり奪っていったら、ねえねえはどんな反応をするのかなっていう動画です。それではスタート。こんにちは、みなみです。こんにちは、あつきです。はい、今日は初耳の毎日メイクやっていきたいと思います。イエーイ、久しぶり。そう、久しぶりに、うん、ちょっとおしゃべりしながらやっていきたいなと思います。それではスタート。じゃあまず普通に始めましょうか。始めましょう。どうやってさ言ってたっけね、毎日メイクしようか。どういうこと、どうやってやってたっけね。普通にやって。あ、カラコン。あ、カラコンは私はマータソちゃんのリトルハニーオリビアちゃんのグリーン。私はエバーカラーワンデーのクリアキャメルです。下地かな、下地かな、下地は日焼け止め。はい、オッケー。コンシーラー、ザセムの 1.25。 私はザセムの1。これは私は乾かすんです。私もなのでパウダーを、パウダー忘れたかも。ミースフリー。あ、あとこの、あ、びっくりじゃん、私のかと思った。違う、このコンシーラーを涙袋にのせる。一緒なんだけど。え、ってかさ、これさ、あんたのじゃなくね。なんで、ほら、私ここにアイプチずっとついてんの。違うよ。え、だってしないじゃん。しないけど、ねえねえついてんじゃん。イニスフリーノーセバムミネラルパウダーです。こちらキャンメイクカラーミキシングコンシーラーを一旦眉毛だけに私はやって眉毛を描きます。はい、眉毛は100均のスリムスケッチアイブロウペンシル。私は最近も眉毛は自眉に沿って描いて、うん、オッケー、縁取ります。縁取るのはケイトの、これ覚えてるし、言ってデザイニングアイブロウです。そうじゃん、だろ、眉毛は適当です。眉毛は埋めていきます。コンシーラー乾かしますね。まだ乾かす。あ、乾かす、伸ばします。間違えました。眉毛は適当。そしたら、ねえ、あのさ、絶対これさ、私のだよ。違うよ。だってこんな汚い、だって最近買ったばっかじゃん。違うよ。だって学校でも使ってるもん。爪でこの間って、お前取った？取ってないよ。だってイニスフリーだってなかったよ。もう使うのよ。なんでよ。何？これさっきミミと一緒にセザンを涙袋に塗ります。で、これの一番軽い色をまぶたにも塗ります。パウダー終わり。終わり。ピンクメイクします。イエイ。最近ミミはピンクメイクらしい。てかピンクの方が肌がすごい白く見える。これ使います。こちらファンの方にいただきました。ありがとうございます。クレヨプロアイパレット07番なんですけど、のこのまずベースまぶたと涙袋。じゃーん、セザンヌの各二重ライナーです。これを涙袋に塗ります。かけたら、アイシャドウ。これは、ロム&の BT パレット02番です。はい。これの、これを全体に塗ります。これを、目尻の下。ピンクを全体に塗るとさ、これをとくの。なので、ポイントとして、目尻だけに塗りましょう。しょ。で、次は、あ、これを借りたいんですよ。リュクスアイシャドウリッチスパークル01番ムーンストーン。これを涙袋に塗るのがめちゃくちゃ可愛い。涙袋の影も、この一番濃い色でやっちゃいます。次、こちら。アイカラーパレットブラウン。この、これ。ここなんていうの、三角ゾーンみたいな。目尻。目尻になります。目
私はノード書道やってますから。そしたら、はい、そのめっちゃ前の。キャンメイクパーフェクトスタイリスト。あれ？で、私はここ。そこにもう塗ります。じゃじゃんじゃんじゃじゃん、ピンク。ラメもピンクにしましょう。キャンメイククリーミータッチライナー07番で、石灰と、あと、目尻濃くしたところに、ちょっと付け足します。こちら。マックのエクストラディメンションアイシャドウスイートヒート。黒目の上にのせましょう。はい、アイライナーやります。これはキャンメイクのアイライナーです。ラスティングリキッドライナー01番です。ミシャのグリッタープリズムシャドウ GPK02 番。これは私は垂れ目気味にやります。最近釣り目に見えるんだよ。釣り目、うん、写真とか。クリオプリズムエアハイライター01番。これめっちゃいい。まあ、私はこれだけ。あとは、目頭と、腕で。さっきの、スタイライナーで、大線を伸ばします。涙袋、ケイトの、ダブルラインエキスパート。極細。極薄ブラウン。なんかさ、化粧品取ってる？取ってない？なんかどんどんなくなってる気がするんだけど。落としたの？いとこにしてる。ほら、もうこれとか絶対さ、これ絶対私のですよね。だって使った？何が？さっき使った？鼻に使った。ああ。違う。私も、ノーズシャドウを頑張る。そしたら、マスカラ下地は、ヒロインメイクの、カールキープマスカラです。こちら今パクりました。これでハイライトやります。はい、マスカラはカールキープマジックです。コーセーアートクラスバイロダンシェーディングでシェーディングします。はい、まつ毛見て綺麗。え、だよね。何？いや、ダメじゃない？なんかすごいアピールしてきたよね。いや、お前絶対取った。あ、無視。無じゃねえよ。無じゃねえよ。いる？え、取った？取ってない。ねえ、意味？何？なんで勝手に今日そんな取るの？自分も持ってるやつを、しかも。ねえ、もしかしてさ。ねえ、それもでしょ。え、違うよ。2個やべえ。なんで今日欲しい、うん、まず私の。だって自分持ってるじゃん。持ってないよ。どっち今持ってたの？どっち？え、なにこれ私の？え、なんで取るの？え、なんか欲しくなった。え、やばいんだけど、なんかこの人に。うわぁ。ピンセット、ピンセット、ピンセット。よかった、ピンセットまで取られたかと思った。アイライナー黒くして、アイメイク完成。ちょっとピンク足したいので足しますね。私から誕生日プレゼントでもらったプリペラデューのポケットグリッターシャドウ01番。もしかして私のまつげ待ち、うん、あとリップだけなんですけど、上まつげが終わったら目膜を埋めていくんですけど、あんたアイライナー取った？取ってないよ。ないよ。取ってないし、アイライナーがないんですけど。おーいい。ねえ、この人本当にやばい。なんかおえ？なになになに？使うよって言いなよ。これいいね。いい色？うん、ちょっと皆さん、リップを持ってきます。あ、まあ、ない。こちら。はい、リップを持ってきました。まず最初に、
ブージュアリュールラック63番シャネルのリップですね。もうこれは定番。定番です。最初にこれ。で、塗ったら伊藤ちゃんから誕生日プレゼントでもらったリップです。クラッシュドリップカラーブラックベリー。私も伊藤ちゃんからもらった。リクスリファイニングリップスティック09番。こちらリップ。ロム&の05番。ヒントのやつ。ねえ。マスカラまた取ったでしょ。ねえ、これも取らないで。ねえ、もうさ、この人やだ、変態なのかな。私のパフまで取ってくるんだけど。変態とか言わないで。あ、ねえ。まだシェーリングしてないの。これ絶対私のでしょ。違うって。やっぱさ、自意識過剰だよ。なんで自意識過剰なの。見てください、3本も取られてる。あの、とうとう私のファンになってきた。そんなに取らないのかな。そのものは欲しくなるんだ。はいや。オッケー、食べてもいい。ダメ。おーい。食べてないのか。あ、食べてるな。食べてない。ねえ。もうやだ。私のオッケー。もう前髪は死んだ。せーの、ドッキリ大成功。イエーイ。はい、ドッキリ大成功です。どういう感じ、どういうネタ。ねえねのコスメを奪っていったら。お前絶対今考えたでしょそれ。違うよ。え、だから。いや、考えてない、本当に。え、ガチ。ごめんね。え、で何、もう一回言って、もう一回ちゃんと聞くね。どうぞ。ねえねのコスメをだんだん奪っていった。 Your hand should make it。 お前ってスカスカ。自分のどこ行った。戻して。え、なんで。あ、だから私の取っていい感じの量にしてたの。そう。そしたら全部バイカス。さっきさ、リップ取りに行ったよ。その時に。あ、取った。取った。で、あとは、なんか、マスカラ用だったりしたけど、なんかバレないかなって思ったんですよ。なんかね、あんまり気づかなそうな。いや、使うものがどんどんなくなって、それは気づくでしょ。あ、え、本当にドッキリだ。そうだよ。ドッキリ大成功なのかわかんないでーす。絶対大成功じゃないでしょ。どうでしたか、お気持ちは。楽しかったね。楽しかったね。ということで、変なドッキリだよ。大丈夫この動画。だってさ、自分が仕切ってないからだよ。仕切ってんじゃん、いつも。仕切る？じゃあやって。皆さん、終わりますよ、今日は。せーの。こんな人に仕切りができると思いますか。あ、でも、あの、ねねの個人チャンネル的なのできたので、ぜひ皆さん、結構してください。私、頑張りました。はい、ということで、まんまと引っ張ってくれてありがとうございました。こちらこそまんまと引っ張ってくれてありがとう。買ってくれてありがとう。はい、ということで終わります。はい、せーの、最後見てくれてありがとうございました。それでは、バイバーイ。